本当に一人で行ってしまうのですか？はい。待ってください。私、白龍さんとこんな別れ方したくありません。アリババさんとちゃんと話して。じゃあ一緒に来てください。俺と一緒に皇帝国に来てください。どういうことですか？あなたが好きです、オルジアナ殿。俺はあなたのことが好きなんですよ、オルジアナ殿。あなたは本当に素晴らしい女性だ。強く、優しく、美しい。だから俺はあなたを妻に迎えたい。白龍さん、どうしたんですか？おかしいですよ。俺は本気です。あの時からあなたはこれから俺が作る大帝国の妃になるんだ。一緒に来てください。俺は本当にあなたのことが。やめてください。すみません。私、男の人にそんなこと言われたの初めてなので、お気持ちは嬉しいのですが、二人によろしくお伝えください、モルジアナ殿。俺はいつかあなたを必ずもう一度。迎えに行きます。